はい、焦点距離12ミリでの撮影です。周辺が黒く落ち込んでいるのがわかると思います。はい、続いて15ミリでの撮影です。先ほどよりも改善されましたが、まだ落ち込んでいると思います。はい、18ミリでの撮影です。周辺での急激な、真っ黒な落ち込みは、18ミリでなくなったのではないかと、そういう風に見えます。はい、続いて20ミリです。これもフルサイズで十分使える焦点距離になります。はい、最後に24ミリです。はい、続いて、フードをつけてのテストです。先ほどよりもですね、周辺の落ち込みが多くなって、しかも形が変になっているのが分かると思います。はい、続いて15ミリです。これも、周辺での落ち込みが、激しい、そういう風に見えます。はい、で先ほどはですね、フードがない場合は使えていた18ミリなんですけれども、この場合はですね、フードの影響で周辺に黒い落ち込みが見えると思います。はい、20ミリでですね、ようやくほぼ影響なく、取れるのじゃないかなというふうに思いますが、注意深く見ると、まだ周辺に落ち込みが残っています。はい、最後に24ミリですが、24ミリになると周辺の落ち込みは完全になくなって、使える、フルサイズでも使えるという結果になっています。